はい、この動画では私、国知数のランタイムをラスペリパイの中で立ち上げて、その中でイーサケットマスターを走って、あのこのこのイーサケットス a ー e を通信するあのデモビデオなんですけれども、も、ま、う、あ、先この、そのまず構成を説明させていただきます。で、こちら、ラスペリパイはま国知数ランタイムが入ってて、このケーブルをつながってフェンスコンテクトの水中の中で入っています。 で、こっちのケーブルを、ま、ちょっと見えないですけど、こっちで回っていって、プレンスコンテクトの、あの、2サケット、IP67 のスネイプを繋がっています。で、最後はこの、まあ、このランケーブルを、パソコンの中に入って、ま、国際数のモニターとか、えっ、ー、と、修正とかを行います。で、今、あの、上が、あの、インプットチャンネルで、下はアウトプットチャンネルなんですけれども、 えっと、今、アウトチャンネルは、このようにピカ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 で走っているのは、この足の中に、そう、簡単なプロームを作っていて、まあ、ケース012で、まあ、毎回同じ、あの、t ンの IG6133 のタイマーをコールしていて、まあ、1秒ごとにパ,ッパターンを変えます。最初は1010、次は010101、最後は0000になります。 だから、あの、こっちも1 1 1 1 0 0 0ように切り替えます。で、インプット方ですけれども、今は一が入っていて、このインのところ、この一はどこが加熱なのかというと、まあ、このスレーブル開くと、ここと紐付いてます。なので、じゃあ、ここに戻りますと、えっと、ちょっと見やすくして、はい。 今はこの線を今短絡する状態を作っているんですけど、例えばこれを抜くと、0、1、0、1、0、1。で、まあ、別のところをずっと短絡してみたら、2、0、2のような、あれ、2、2はこっちか。 ですね、はいじゃこのように、まあ、簡単に通信ができてますでまあこのイサケットのステープを立ち上げるのは、まあ、この ESI ファイルをインポートすれば、まあ、基本は全部自動でやってくるので、まあ、かなり便利なブログじゃないかなと思ってこれからもといろいろバケットを分析してまたいろいろイサケットの説明したいと思います じゃあ今回の動画は以上になります。ありがとうございました。